あ、こんばんは。こんばんは。お、急に始めちゃったけど。嬉しい、みんな来てくれて。こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ、お、ありがとうございます。生誕祭ありがとうございました。イエーイ。そう、生誕祭でした。いや、そうね、生誕祭ありがとうはね、ちょっと言いたいなと思ってショールームしました。やっほー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お桜が降ってる。最高の生誕祭、あ、よかったです、嬉しい。お、ピン山、桜、桜タワー、ありがとう、ありがとうございます。やった、最高の生誕祭、本当ありがとうございます。え、なんかみんな盛り上がってくれて、めちゃくちゃ、え、本当に嬉しかったです。もうちょっと不安というか、なんかこうあんまりこう、なんだろう、私のファンの方ってアイドルのファン、アイドルを初めて推しますっていう方も多くて、ありがたいことに。そうだから、アイドルのコールとかを全然知らない方とかも結構いらっしゃるので、そうだからあんなにコールが大きくて、でなんかすごい本当に嬉しくて、そうなんかうるうるしちゃいました。そう、泣きながら話してたから卒業するのかなってそれみんなに言われた。そう、まなかちゃんにもなるにも、あやねさん絶対卒業発表すると思ったって言われて、いやそれなーって感じなんですけど、そうそうそうだね、なんだろう、でもなんかなんだろうね、すごいめちゃくちゃ本心を話すときに、なんかこう感極まって泣いちゃうみたいなことあるかわかんないけど、あるんですよ、あるんじゃないですか、それかな。キャラ変しすぎじゃない、え、そうかな、なんかさすがにかわいすぎてやめるのもったいないとかはこうなんかちょっとふざけたなって思うけど、え、でも結構本気でそれが、なんだろう、これからもやってこうみたいな気持ちになったかもしれない。そう、うん、そう、全然やめるつもりだったっていうのもおかしいけど、こうやっぱ卒業後考えてたので、まあ、考えない人はいないと思うんだけど、みんないつか卒業するから、そう、まあそろそろかなみたいな思ってたけど、なんかなんか今辞めたらこんな、もうこんな可愛い瞬間は生まれないんだって思ったら、なんかえ、頑張れよ自分って思ってそう、なんかちょっとわかんないけど、まあとりあえずまだいます。そうだね、選抜目指すとか言っちゃったね。いや、なんか本当に申し訳ない、ごめんなさいって感じ。なんかそれに関しては私なんかがって言わせてもらうんですけど、いや本当に選抜ってね、本当にすごいんだよ、選抜メンバーって本当にすごいんだよ。だからこう自分なんかがね、お、ゆうたくんすごい、めっちゃ桜咲いてる、ありがとうございます、ありがとうございます、やった、嬉しい。そう、そう、なんかね、そうなんですよ。でもなんかこう、そう、でもあんまり今日はスピーチで言おうと思ってたこと半分ぐらいしか言えなくて、そう、なんだっけな、なんだっけ、あ、
あと言いたかったのが、そのなんだろう、選抜になりたいっていうのもあるんですけど、もちろんでもそれはそのあの16人の中に入りたいっていうことももちろんなんだけど、なんかこの選抜を目指すことによって、そう、私も今の AKB を盛り上げたいだぞっていう、その AKB のことが大好きでこうしてアイドルしてるし、私なんかでよければというか、こんな私でもなんか10年お世話になったグループにお返しができればいいなと思って選抜を目指すということが、なんかいろんなんかそのそれでちょっとでもその貢献できたらもう万々歳というか、うん、なんか選抜のような働きをしたいなっていう、そう、やっぱ選抜メンバーがいてくれるから、やっぱりね、その AKB もこんなたくさんの人に愛されてるわけだし、そう、だから私もたくさん愛されるようなアイドルになって、選抜のような働き貢献をしたいなみたいな、うん、ちょっとね、あやねちゃん、うん、いっぱい働いちゃうぞみたいな、そう、そうだね、言いたいこと伝わった、あ、そうそうそう、あ、よかった、ありがとうございます。そう、だからね、ちょっと選抜っていうのを緊張してて、ちょっとそう、初めてだから、なんか公の場で言ったの、そう、だからそうだね、だからちょっとそれドキドキしてた、ちょっと。お、夏目さん、たん、ありがとうございます。生姜焼きさんも、お父さんもありがとうございます。わー、すごい、ありがとう、誕生日みたい、ありがとう、ありがとうございます。うん、ね、全然、そう、めっちゃ嬉しい、タワー久々なのにありがとうございます。その後なんかやっぱり卒業していった同期とか先輩とかが残してくれたものがあるからこそ、今 AKB がこう成り立ってるっていうのがめちゃくちゃあるから、なんかそれを忘れないでいきたいし、それを忘れないためになんかいたいって思った。絶対に忘れんなよって思いながら活動していきたいなって思ったので、 それもあるかな、うん、今までの先輩とか卒業してった人とかがなんかやってきてくれてたことみたいな、たくさんいいもん、たくさん残してくれたものがあるから、それを忘れずにそうだね、うん、だからなんか20歳とか3それぐらいの時はほんと純粋に、うん、選抜に入りたくて、でもなんか実力が足りなくてみたいな、なんかでも、もうなりたいけど自信もなくてみたいな感じだったけど、なんか今はあの頃の選抜になりたいのなりたい気持ちとはちょっと違うなりたいなのかなと思います。そうで、まあ僕隊も結構大きくて、結構なんか
国体にたくさん出させてもらって、なんか MC とかでもなんかだんだん自分のなんか自由な発言で自由な発言ができるようになってきたりして、なんか自分は自分のままでいいんだなみたいなっていう、シェイダーさんでもちょっと言ったけど、なんか自分のこと好きになりましたみたいな言ったんですけど、なんかそれは結構僕隊でもその歌もダンスももちろん MC もやるし、やっぱ近い距離でこう反応が見れるから、そうだから僕隊で一緒に劇場を支えてくれたファンの皆様にも本当に感謝ですし、なんか本当になんだろう、劇場を支えたいな、そうだね、なんかこう髭丹さん、タワーありがとうございます、ありがとう。そうですね、でもなんかほんと最近は結構ありのままでいいんだ感がすごいあって、そうだからそれはこの25歳の年でソロイベとか僕隊とかでみんなからこう教えてもらったというか、本当にすごい感謝してます。なんかすごく楽になりました最近は、そうだね、なんかこう同期がまさか総監督になる日が来るとは思ってなかったし、そこまでいるとも思ってなかったし、なんか本当に一緒に10年やってきたこう、しかも年下の妹みたいな子があんなに総監督として頑張ってるのに、なんか私は絶対に何か役に立ってから辞めたいなと思う、卒業したいなと思いまして、そう、なんかできることをできるまでやろうかなと思います。四代目みたいな、四代目ってさ言われててなるがかっこいいお、生姜焼きさん、またまた桜タワーありがとうございます、ありがとう。そうだね、なんかマレーシア行く子もいるしね、お、そう、めっちゃ桜くれるじゃん、ありがとうございます、全然ありがとうございます、他のに回してもいいよね、めっちゃ嬉しいけど、嬉しいけどそんなにありがとう、誕生日当日でいいよ、大丈夫だよ、ありがとう、そう伝わってるよお15分、お疲れ様でした、ありがとうございます。
とお菓子食べよう。そう、なんかみんなもなんかそのペンライト二色芸、なんか私のペンライトカラーにしてくれてありがとうございます。ヨックモック、みんなヨックモック知ってるの？私これの名前さ今日まで知らなくて、なんかその丸いクッキーみたいな棒のクッキーって言ってて、ヨックモック私これ好きなんですよねってそのマネージャーさんとかって言ってたら、ヨックモックねみたいな、みんな好きやねみたいな言ってて、そんななんかみんなご存知ヨックモックみたいなそんなみんなご存知な感じなんですかこれってみたいな、名前あるんだってそう初めて知ったの。ゴディバみたいな感じ、ゴディバと並ぶヨックモック。これ本当にめっちゃ美味しい、もうびっくり、大好き。トライアみたいな、へえすごくね。手紙はすぐ誰か分かりましたか？ほんとね、途中までは分かんなくて、あでも絶対そのデートの同期の誰かだなって思ってたんですけど、でもあやね呼びってもうりんちゃんか仰天なわけよ。でなんかその舞台のダブルキャストでなまってるとこ直したりみたいなのが出てきた時に、ああ仰ちゃんだって思いました。ぎょうちゃんも本当に嬉しい、なんかお手紙、うん、まだなまってた時っていう言い方に、確かに今もなまってるよっていうね。ぎょうちゃんもね、いやでもよかったと思う。マレーシアめっちゃ良くない？シンプルにマレーシアが好き。なんか妹住んでるんだけどマレーシア、めっちゃいいって聞く。私も修学旅行で行ったことあるんだけど、マレーシアめっちゃ良くない？しかもさ、クアラルンプールってさめっちゃ大都市じゃん、豪邸しか建ってなくない？だってなんかあのガクトさんの豪邸あるじゃん、テレビで見たけど、そこと並ぶんだよ、すごくね？ビップめっちゃビップ、そう日本人が多い、そうなんかもう日本語でも通じるみたいな、そう大都市すぎて、だからめっちゃ住みやすいし、結構マレーシアとかってシンガポールとかって日本のこと好きな方たくさんいらっしゃるから、めっちゃいいと思う。うん、そうだし、ずっとあったかいし、なんか
映えとか、ずんちゃんとかめっちゃインスタ映えそう。ぎょうちゃんの遺跡はね、なんか本当発表の本人も決まったのが本当に直前、数日前で、私はその発表の2日前、そうね、コンサートの2日前か、発表の2日前にこうリハしてる時に一緒にいて、なんか実話みたいな言ってくれて、そう、ね、めっちゃびっくりしたけどね、めっちゃなんか嬉しくもありました。ぎょうちゃんがなんか大きな決断をしたことを報告してくれたのが嬉しかったですし、そう、なんかやっぱぎょうちゃんって結構ネガティブになっちゃったり、うん、自信がないくなっちゃう時があるからね、もっともっと自信を持ってマレーシアで大スターになってそう、絶対なれるからって毎日言ってます。そう、マレーシア大丈夫かなみたいなって言ってるんですよね。言ってるけど、絶対あんた VIP だよ。あ、そう、ヒゲタンさんありがとうございます。桜吹雪ありがとう。そうだね、ぎょうちゃん、私新しい環境ってめっちゃいいなと思うので、ちょっと羨ましくもあるというか、そういうなんか環境の変化みたいなのがね、なんか楽しそうとも思いました。うん、さ、ココアちゃんもねいるしね、やっぱり同じ地方の子がいるっていうのはでも心強いと思うので、そうだし、あとはーちゃんとずんちゃんなので安心してうちのゆりなさんを任せられます。なんかすごいや、はーちゃんとね、ずんちゃんは本当にもうめちゃくちゃもう安心、本当に。でも、ね、そう、私は過保護なだけなんだけど、やっぱそのぎょうちゃんをずっとなんかこう見てきたから、ね、でもすごい可愛い。はーちゃんが公園からいなくなるのね。それね、はーちゃんいないとさ、なんかね、うん、でもそのなんだろう、やっぱあの3人ってさ可愛いし、歌もダンスもできるし、めっちゃいい子だし、なのになんでなんかこうもっと前に前にいないのかなって、まあメンバーみんなに対してそうですけど、そうだからマレーシア行って、なんか本来の注目のされ方がされると思うから、すごい良かったなと思います。うん、19期ちゃん、もう本当に大拍手、もう
26歳、あのベテラン大拍手。ギンガムチェックってめっちゃ難しいんですよ。すごい。ギブミーファイルの紙で面、それな、みんなで見た。みんなで見ました、あの紙でメンバーの動画。あのファンの皆さんのいろんな角度からのギブミーファイルを送ってくださって、それみんなで見ました。やばいって、いめぐちゃん間違えてるよみたいな、いやめぐが合ってんのみたいな。そう、かわいい。そう、え、そもそもあやねちゃん振り違くないみたいな。え、早い遅いじゃなく、なんかタイミング違うとかじゃなくて、そもそも間違ってねみたいな。え、みたいな、みたいな、ちょっとバレたみたいな。そう、うん、えりちゃん今日一の笑顔だねみたいな。そう、いや一番楽しかったねあれみたいな言ってました。おふっきさん、桜タワーありがとうございます。そう、でもなんかエリちゃんがこうなんかすごい自信満々にやってるから、えみたいな、え、そうだっけみたいな。でもなんかわかんないからやっとこうみたいな思って、そうしたら全部わかんなくなっちゃって、そう。いやマジで本当にめぐちゃん以外さ釣られてさ、本当面白かった。でもその後ろに映ってるコッコがなんかコッコも釣られちゃってて、面白かった。え、後ろの子も釣られてるよみたいな。そう、そんな感じでした。楽しかった、ハルコン楽しかったです。なんかそのギブミーファイブめっちゃ濃いんだけど、ギブミーファイブ一曲の中にめっちゃ濃かった。なんか私 GoPro 持っててなぜかなんか公式チャンネル GoPro 持ってて、そう、それであのみんなを映しながら練り歩いてたりしたんですけど、そう楽しかった。私これから練り歩きの時 GoPro 係しようかな。うん、でなんかステージ上に持っていくしかなくて、え、本当に直前に持ってっていいですかみたいに言って、あ、いいよいいよみたいに言われて、あ、持ってっちゃおうみたいな感じで、え、本当にリハとか打ち合わせとかしてないからさすがに怒られるんじゃないかと思ったけど、結局怒られなくて、そう、まあ良かったんだけど、うん、そうだから私もなんかどうやってこれを置きに行こうみたいな。さあステージまで持ってきてしまいました、メンバーを取りました、さあどこでこれを置いていこうみたいな思って。おー、ゆうたくんありがとう、桜満開。そう、おひげたんさんもタワーありがとうございます。そう、でもその GoPro でこう自撮りでこうやってたの、自撮りでやったり外カメにもできるから両方の画角で撮ってました。そうだからそのギブミーファイブの一番はそれ持ちながら踊って、なんかその一番と二番で入れ替えるんだけど、上手と下手を、その間にはけて2番で戻ってきました。
わかんない、それ見てた人いるかな。あ、気づいたらあやねちゃんいつの間にか合流してるみたいな。そう、乾燥で履けて、なんかその裏のテーブルに置いて、でまた2番から出てるみたいな。お、あだちゃんタワーありがとう。そう、でも本当にマジで打ち合わせも何もしてないから、その終わった後裏で、あやちゃんあやちゃんカメラどこやったみたいな言われて、そうそう、また渡してました。いなくなる瞬間見てたよ。え、本当？すごい嬉しい。その GoPro の動画、そう、公式チャンネルにちょっとお問い合わせください。曲フル良かった。本当ありがとうございます。確かに普段聴けないですもんね、フルは。そう、めっちゃフルいいよね。なんかやっぱ2番の歌詞がさ、めっちゃいいよね。みんなご存知の通り、めっちゃいい。2番、あのさ、春一番が吹く頃のさ、あの、おはようって言い方ぶっきらぼうだぞみたいな歌詞あるじゃん。あれめっちゃ可愛い。初めて聞いた時可愛いって声出た。あやねちゃんの新衣装がとにかく可愛くてよかった。いや本当に可愛くて、本当に可愛かった。っていうか衣装さんが私のこと分かりすぎていると思う。なんか最初、てか私カチューシャ担当なんですけど、地味に勝手に言ってるだけなんですけど、ここ最近の壁車カチューシャだし、あのピンク衣装、武道館の時の新衣装もカチューシャですし、なんかその衣装さんも、あやねちゃんはカチューシャじゃないみたいなこう言ってくれてたので、いやもうちょっとカチューシャ担当かなって思ったんですよ。そうだから、その新衣装も、あのみんな髪型、あの事前に言っといて、それによって、あの衣装さんが髪飾り作ってくださるんですけど、なんかアンケート取ってて、事前に、でそのアンケートでカチューシャが良かったから、カチューシャでお願いしますって言ったんですよ。でもその衣装の、あの髪飾りはまだ作ってない時に衣装のフィッティング行って、しのぶさんが一人一人、見てくださるんですけど、でその時、あの CD を発売記念グループ握手会があって、それの前で私ポニーテールにリボンつけてたんですね、その日。なんかちょっと大きめのリボンつけてて、そうで、そのポニーテールの状態でそのフィッティングしたら、なんか、あやねちゃんポニーとかもいいんじゃないみたいな、そう言ってくれて、そうしのぶさんが、なんかこの衣装、そう、その衣装的にも、あの新衣装的にも、なんか下ろしてるよりやっぱ上げてた方がなんか似合うし可愛いなと思って、私も着てみたら、じゃあポニーテールにしますって言って、そうポニーテールに変更してもらいました。そしたらすっごいでっかいリボン着てなんか最初そのメイクさんのところに髪飾りが置いてあるんですよ。それまでは分かんなくて、髪飾りが、でみんな当日におはようございますでメイク入って、髪飾りこれだねみたいになるんですけど、私もなんかでかすぎて、なんか袋パンパンに入ってて、え、これ、え、なんか布みたいなそうメイクさんと、なんかこれただの布入ってらっしゃるみたいってなってそう、開けたらすっごいでっかいリボン入ってて、
めっちゃ可愛いってなって、そう楽しかったです。そう分かりすぎてる私のこと。シナモンロール、そうそうそう、なんかユーナとか見てくれてた、見に来てくれてたじゃん、服部。そうだから最初あいにちゃんシナモンの耳って思ったって言ってて、そう私も耳かなって思った。耳ぐらいでかいリボン。そう、いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。そうでもカラコンウィンクの方の衣装はあのカチューシャで、はい、いやいつも通りありがとうございますっていう、うん、ね、見つけやすかったっていう声をたくさんいただいて本当感謝、おされさんに。可愛い上に見つけやすさまで兼ね備えているという。あのデクリバもしや惜しそう、そう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 やで、うん、目印、そう目印、しかもあれリボンにリボン散りばめられてるからね。リボンにリボン散りばめられてるからすごい。ですね。いや本当に確かにそのハルコンの振り返りとかもショールームでできてなかったからね、ちょっと良かったです、ショールームできて。配信で見ました。おーありがとうございます。あね、そうだからなんかリアン期間の思い出とかもいっぱいあるし、ハルコンとかユキリンさんコンとかめっちゃね、すごかった。普通に初代チーム B の初日は普通に泣いた。あの時は私はさすがにただのオタクだった。なんか自然と涙溢れた、はい、そう、え、なんかもう本当に感動とかじゃなくてもう普通に真顔で涙出てたからね。あの袖から見てたんですけど普通に顔出して。そう普通になんかもう泣くとかじゃなくてなんか目から水出てくるみたいな感じ。そう、あやちゃん B オタ、そう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 なんですよ。変です、ありがとうございます。じゃあということで、ね、皆さん本日は本当に素敵な時間をありがとうございました。もう嬉しかったです、最高。はい、また明日オンラインでお話できる人はお話ししましょう。じゃランキング読みます。13位タカさん、アカリスさん。ありがとうございます。12位アシュラさん、ありがとうございます。今日もありがとう、いっぱいコールしてくれて。11位 YS73 さん、ありがとうございます。桜のお友達さん、ありがとうございます。9位みやちゃんさん、ありがとうございます。8位和田ちゃん、ありがとう。タワーもね、ありがとうございます。7位夏目さん、ありがとうございます。パワータワー、ありがとうございます。6位ピヤマ、ありがとう、ありがとうございます、いつも。5位ふっきさん、おー、ありがとうございますね、今日もいて。4位しょうが焼きさん、ありがとうございますね、ほんとスタッフさんのコールをありがとうございます。3位お父さん、埼玉さん、ありがとうございます、いつもありがとうございます。
にヒゲタンさんありがとう。ね、ね、結構ピンポンで当たった人が何人かいますね。1位ゆうたさんありがとうございます。たくさん桜を咲かせていかれてありがとうございます。いや本当にお花とかもなんか衣装風になっててめっちゃ可愛くてありがとうございました。ではありがとうございます。それではまた明日バイバーイ、ありがとう、おやすみ。